新フランス評論は、1908年創刊のフランスの文芸雑誌。二度の大戦時の休刊を経て、今に続く。初期は、同人誌だったが、現在は総合出版の大手ガリマール出版社が、発行している。多くの作家を育てた。NRF、NRF、NRF とも書かれる。読みは NLF。1908年11月、若い作家らにより、 パリで創刊されたが、直ちに派閥割れし、1909年2月、再出発した。同人は、アンドレ・ジット、アンリ・ゲオン、ジャン・シュランベルジェ、ジャック・コポー、アンドレ・リュイテルス、マルセル・ドルーアンの6人であった。出直し創刊号は、ジットの狭き門第一部も載せた。第24号を出した1910年末、出版部門設立のため、同人らが知る。 資産家の息子、ガストン・ガリマールに声をかけた。NRF 出版社が1911年3月に発足し、ガリマールが新フランス評論誌の出版人となった。1913年10月、ジャック・コッポーが旗揚げしたビュー・コロンビエザは、NRF の演劇部門であり、一等が会場の雑役を手分けし、初日には送検に及んだ。 第一次世界大戦が勃発して関係者の多くが出生し、1914年9月から1919 19年6月まで休館した。第二次世界大戦中のパリのナチスは、新独のピエール・ドリュラ・ロシェルの編集長就任を強行し、NRF 氏は1940年12月以降、彼があんだが、同人らの非協力のため、1943年6月、 休館に追い込まれた。1953年1月、新新フランス評論と解明して再出発した。復刊に手間取ったのには、体力協力に関する戦後の球団の矛先を、ガリマール書店がドリュラ・ロシェル編集の新フランス評論誌の方へ交わしたという事情があった。新新誌は、モーリス・ブラン書の辞表が評判を呼んだ。1959年2月号から、 因を一つ除いて救命に戻した。1999年1月からは、期間に間延びした。ありがとうございます。